はい、皆さんこんにちは。10月13日木曜日でございますけれどもね、久しぶりにこの帽子をさせていただきまして、今日は放送させていただきたいと思っておりますけどね、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もアバンシーカリフォルニア州からお送りいたします。校長アレックスでございます。どうぞよろしく付き合いくださいませ。よろしくお願いします。さて皆さん、ものすごく驚いてます。私はなんと大谷さんは23年、まあ来年ですね、2023年にはですね、何刀流もね、やらせてもらえるらしいんですよ。ペリミネーションがね、GM がそれをね、まあ発表したんですけれども、まあ、まずはリリーフあり、そしてガイアを起用。ガイアもね、ライトだけじゃない、中堅って書いてあるんですよね、このほら、これ、中堅を守る。それから50刀流をする。そしてですね、まあ、研究ね、まあ、ヘルプする、この登板もあり、それから外野もちろん守る、それから、もちろん普通に、ヒットはするわ、投げるわ、それ以外のことをね、来年はいろいろ見せてくれるって言うんだけれども、ということはトラウトがセンター守らないのかね、中堅守る。ということは多分ね、彼が好かれてきたんだろうというふうに思って、彼を、センターじゃなくて、まあ、DH にすると。その時は、大谷さんは、中堅に行くと。まあ、センターですよね。だから、これはすごい話飛び込んできてるんだけど、僕のコーナーで皆さんが見ていただいてる方々がいるんですけどね、通りすがりさんだとか、加藤さんだとか、まあ、ズガドンさんとか、皆さんがね、見ていただいてるんですけど、その方も、どういう意見を持ってらっしゃるのかな。私思うにはね、こうしないと、大谷さんがね、いなくなるから。だから大きなね、そのもちろん大きなですね、来年ですね、大きな契約もあげるけれども、それ以外にあなた好きなようにやりなさいと。だから他行ってもね、好きにやらせてもらえるかどうかわからないよ。だから今はみんなと仲いいし、いやー、この作戦はすごいね。これは当たるかもしれない。僕はドジャースに行くかなと思った。ドジャースもね、悪くはないんですがね、やっぱりね、一番最初来た時はみんな分かってくれて仲がいいし、雰囲気もいいし、これはすごいね。ペリミニアシャンも本当はね、クビなんだよ。もう弱気なことしてさ、マドン工場クビして、自分もクビにするべき、責任持ってないじゃないかって言いたいことなんですけど、まあまあ誰かがいなきゃいけないということで、まあ、あとうちの家内に言いましたらね、うちの家内日本人で、彼女はね、いやいやいや、そんなことはないよ。まあね、なんていうのかな。新しい、この、まあ、オーナー、新しいオーナーが来た時に、果たしてペリミネーションいるのかな、彼も飛ばされるんじゃないかなという言い方してるんですけど、まあ、それは皆さんはどう思われますかということなんですね。まあ、ということで、今日も行きましょうか。はい、それではこれでございます。ですね、今日は、やはりアストロズが勝ちました。4対2。もうね、この間皆さん、私のコーナー聞いていただいている方に、私は言いましたよね。このヨルダン・アルバレスには、よーくちょい。彼には、ストライクは投げない。あるいはもう、ファーボールで出す。ねえ、なんて言いますか、恋しくでもいいのよ。って言ってた境に、誰も聞いてくれないから、今日もね、またね、ここで、この2対1で勝てたんだけど、ここでまた2ランホームランを打たれちゃった。今度はね、逆方向ですよ。彼パワーあるから。いやー、これがなかったらどうなってたのかなと思うんですけど、まあ一応とりあえずまたやられたね。その人に。ということで、まあちょっと危なくなってきましたね。イチローさんの、このリングがね、トロフィーのリングですね。まあ、悲しいですけど。それからね、ここの方はニューヨークヤンキースとクリーブランドインディアンズの方は、中止とかポストポーンね。まあ、延期とかなんか言うんですけど、まあ、とにかくゲームは行われてないから、まあ、いずれはどっかでやるんでしょうけど、まあ、一応中止になっております。いやー、これは多分見たくないです。皆さん、ちょっと、あれですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、ちょっと待ってください。ここちょっと見てください、皆さん。6回の裏で、2アウト、6回の裏。そして、ランナー1塁、ここですね。そして、ここにほら、
ヨルダン・アルバレス。この人ですよ、ヨルダン・アルバレスを歩かさなきゃダメだって言ったのに、まあ、このピッチャーが速いって言ってもね、ほら内角に行かなかったでしょ、今度外角行ったんだけど、外角もストライクだったらこの人は打つのよ。まあちょっと見てみましょうか。はい、どれだけ打ったのか。すごいよ、もうパワーが。And that was hit well deep in the left field, and Alvarez has done it again. Oh my goodness! He has put the Astros in front. A two-run home run makes it 3-2 Houston. 3-2 Houston. 私の言うことは誰も聞いてくれなかったらこの目に遭うんだぞ。まあね、この間もね、いましたけど、彼だけ歩かせばなんとかなったような気がしたんですけどね。まあということで悲しいんですけど、私はね、どうしてこういうことを言うかというと、やっぱりイチローさんのね、このリングがかかってんだよね、トロビー。まあ、いいところまで行ってほしいね。だけどまあそういうことでございます。そしてね、まあうちの方の、まあ今日もズガダソンから、コメントいただいております。それでは、ズガダソンさん、コメントありがとうございます。どうぞ行きましょう。ズガダソン総帥さん、コメントありがとうございます。イヤードジャースとの試合、すごい試合でした。すごい試合でしたね。おめでとうダルビッシュ君、アクサンシルコンフレックス、アクサンシルコンフレックス V、 ここまで来たら優勝だね。いやー、そう来るか、ズガドンさん。優勝まで遠いんですけれども、まあそういうね、やっぱりね、素晴らしい意見はありがとうございます。まあダルビッシュも大変だったけど、よく頑張りましたよ。はい、ということで、ルカゾンさん、ありがとうございます。で、まあね、こういう話も来ておりますから、ね、ダルビッシュさん、はい、どうぞ行きましょう。はい。ダルビッシュに正捕手困惑、取るのが難しい、11種の変化球は、1球種で4バージョン。おお。正捕手のらが証言、1つの球種で4つのバージョンを投げられる。うん。パドレスダルビッシュ優等手の凄さはどこにあるのか。今季、ダルビッシュ登板の全試合でマスクを被るオースティン・ノラ捕手がドジャースとの地区シリーズ第2戦前に証言した。11種類もの変化球を操ると言われるダルビッシュ。だが、パドレス正捕手に言わせれば、一つの球種で複数バージョンを持っているという。一つの球種を4つのバージョンで投げられる投手を見たことはない。先日はカッターを要求したら89マイル。約 143.2キロ、82マイル、約132キロ、84マイル、約 135.2マイルと投げ分けてきた。同じ球種だけど違ったことをするんだ。捕手をも困惑させるボール。そんな球を攻略するのは打者にとってはもっと困難だ。取るのが難しいということは打つのもとても難しいということだと思う。そうですね。打者からすれば狙っている球に似た球が来るのに違うエリアに落ちたりすると苦笑いを交えて証言。カーブに至ってはどのような球が来るかは球にしかわからないという。昨季まではダルビッシュの専属捕手だったカラティニが開幕前にブルワーズへトレード移籍、うん、ノラは彼と組むことにより自信が持てるようになってきた。おう。彼が何をしたいのか、どんなテンポを使いたいのか、たくさん組むことで分かってきたと自信を見せる。まあそうだね。捕手を驚かせてきたボールを武器にチームを勝利へ導きたいところだ。まあそういうことでございます。いや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 、来年どうなるんですかね。なんか一定時間にですね、時計時間に投げなきゃいけないということで、谷さんも、ユーダービーさんも、まあ一時そのパティ決めていかないとね、なんか長くなっちゃうとね、ボールになってしまうんで、その辺は頑張ってほしいものでございます。はい、続きまして、大谷さんの、これはすごいですよ、皆さん。驚くね、私も、ほんとすごいわ、これは。はい、行きましょう。お願いします。大谷翔平が世界席巻の一方で、すでに3人が引退豊作だった10年前のドラ1の現在地。あ、これは日本のね。4球団競合だった藤浪は16試合の登板で3勝5敗、防御率 3.38。うん。二刀流で世界を魅了している大谷翔平投手は、10年前の2012年ドラフト1位で日本ハムに入団し、2018年から渡米した。同期となる2012年ドラ1組は、チームの中心的な存在として活躍している選手も多いが、すでに3人が現役を引退した。ここでは彼らの現在地を見てみる。
最も人気を集めたのは藤浪晋太郎投手だった。オリックス、ロッテ、ヤクルトとの4球団競合を制したのが地元球団の阪神。10年目の今季、2年連続開幕投手を務めるなど16試合の登板で3勝5敗、防御率 3.38 だった。3球団競合の末にソフトバンクに入団した東浜尚投手は5年ぶりの2桁となる10勝ち、6敗をマーク。5月11日の西武戦ではノーヒットノーランを達成した。巨人が1本ずりしたのは1年間の浪人を経た菅野智之投手。新人時代からエースとして君臨し、今季は23試合の登板で10勝7敗、防御率 3.12 と今もチームを牽引している。こちらも単独指名だった中日、福谷浩二投手は、キャリアで2番目に少ない5試合の登板で1勝3敗、防御率 9.00 の不振に終わった。西武の増田達志投手は52試合の登板でリーグ2位の31セーブと、フル回転で初セーブに終わった昨季からの復活を遂げた。ヤクルトの石山太一投手は38試合登板で16ホールドとリーグ2連覇の救援陣を支えた。オリックスからドラフト1位指名を受けた松葉貴弘投手は2019年途中に中日へ移籍。19試合の登板で6勝7敗、防御率 3.33 と先発ローテーションの一角として奮闘した。楽天の森雄大投手は2020年から育成選手としてプレー。イースタン、リーグ9試合に登板して1勝0敗、防御率 2.89 だった。一方で、現役生活に終わりを告げた選手たちもいる。ロッテの松永貴弘投手は2度目の戦力外通告を受けて引退を決断。昨オフに育成契約となり、今年7月に支配下をつかむも2020年以来の一軍登板は果たせなかった。白崎博之内野手は DeNA からドラフト1位指名を受け、2018年途中にオリックスへトレード移籍。昨季から独立の九州アジアリーグに所属する大分 B。リングスで選手兼任コーチを務めていたが、今季限りでの現役引退を決めた。広島の高橋宏樹内野手は昨季限りで現役を退いている。ということでね、日本もすごいやっぱりね、動くんだね、いろんなところに行って。それでまあ、なかなかね、こう、大谷さんは活躍してるけど、同じ同僚が入ってきてもまあ、いつも引退もしてますよということで、はい。先ほど話しましたこの大谷さんのですね、あの来年ベイリー・ミナシアンがね、これはすごいこと言ってくれたね。私も驚いてます。もうどうぞ聞きましょう。大谷翔平に制限は一切設けない。先発の合間に救援、外野出場、GM が示した仰天案。ミナシアン GM、彼が頭に描いていることは何でもできると思っている。そう、ね、エンゼルスのペリー、ミナシアン GM が行ったシーズン総括会見、大谷翔平投手については長期契約を望んでいることや、来年3月のワールドベースボールクラシック WBC での二刀流を容認する考えを明かしていたが、他にも来季の起用法について言及。制限を一切設けないとし、リリーフ登板や外野での起用の可能性を示した。メジャー5年目でついに投打両方で規定に達した大谷。来季はまた違った姿が見られるかもしれない。いやーそうだね。5人制ローテ導入について問われたミナシアン GM は、可能性は排除しない、と述べた。問題ないことを変にいじってはいけない。まあね。バランスが必要だ。そうだ。報いがあるリスクなのかどうか、1年通して話し合ってきたこと。これからも議論していく、と力を込めた。ミナシアン GM はさらに、新たな起用法についても言及。彼が頭に描いていることは何でもできると思っている。それが例えば先発2日後に抑えをやって、3日後に先発したり、中堅を守ったり、50盗塁したりといったことでも、と語った。先発だけではなく救援登板や、外野手として出場する可能性を示したのだ。そしてこの人間には制限は一切設けないとも述べた。今季は投手で166回を投げ、
15勝、防御率 2.33、219奪三振。打者では666打席で160安打、34本塁打95打点11盗塁をマークした大谷。今季途中から監督代行を務めたフィル・ネビン氏が監督に昇格して臨む2023年シーズン。大谷のまた新たな可能性が示されるか注目される。いやーすごいですよね、大谷さんはもうやっぱりね、やりたいこと、やりたいこと残して、やっぱりこれ全部大谷さんね、計算づくなんですよ。いろいろやりたい。だからやらせてくれるところへ行きたい。だから大谷さんはね、多分エンジェルスから出ないんじゃないでしょうか。あと、でっかい契約くればもう出ないと思いますよ。まあ、なんでもかんでもうまくいってる時には問題ないんですけどね。これがオーナーが来てちょっと問題あるかどうかっていうのはやっぱりね、後で見てみたいと思うんですけども。まあじゃあ次はこれで、これまとめてみたんですよね、軽くね。わかりやすくね、これですね、だから、はい。ペリー、ミナシアン GM が示した仰天案。うん。大谷翔平投手については、長期契約を望んでいる。はい、これ1位。大谷翔平に制限は一切設けない。はい、2位。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック・WBC での二刀流を容認した。はい、4。他にも来季の起用法について言及。はい。制限を一切設けないとし。うん、うん、リリーフ登板あり。5。外野での起用の可能性もあり。6。先発2日後に抑えをやる可能性あり。7。3日後に先発する。8。中堅を守る。9。50盗塁をする。10。先発だけではなく救援登板もあり。11。外野手として出場する可能性もあり。12。1打数。いやー、すごいですね、皆さん。いや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 、これはね、皆様のぜひ意見を聞きたいと思っておりますけど、これだけね、もっとやられてですね、健康が害されなければいいんだけど、心配。でもね、コミュニケーション取ってやるらしいからね、何かあった時に、はい、今日はこれだけ、今日はこれだけ。大谷さんはフル回転したらどうなるんだろうね。まあ今はね、DH だから座っていらっしゃるんですけど、DH でなくなったらフル回転ですよね、あちこち。いやいやいや、この間見た時にね、ほら、ホームランダービーね、ホームランダービーでね、なんかすんごい好かれたから、やっぱ好かれたい気持ちがあるんでしょうね。まあ、ということで、まあ、何でもかんでも良い方に行きますようにっていうことですけどね。まあ、先日ね、この話をしましたよね。このプレーオフのイメージっていうか、このピクチャーですね。これ日本語でやらせていただいたんですけど、それでこちらの方なんですが、これがね、まあ、これ、カーディナルズがいなくなり、ニューヨークメッツがいなくなり、タンパベレーズがいなくなり、この辺もいなく、で、この辺がいなくなって、これはベース3だったんですね。ベース3で、2勝したらもうベース3ですから、まあ、おしまいということでございます。で、今度はですね、それを、あれ、経てですね、今現在では、ここにアメリカンリーグ ALDS、アメリカンリーグ、この、なんと言いますか、ディビジョンシリーズですね。そのディビジョンシリーズで、これアメリカンリーグ、こっちはナショナルリーグ同じですよね、ここでディビジョンシリーズ。そしてこれから勝った2チームがナショナルリーグのチャンピオンシリーズ、アメリカンリーグのチャンピオンシリーズに来ます。ね。これもベスト7でございますからね。ベスト7じゃなくて、ごめんなさい。ベスト5でございます。これは。はい。で、ベスト5の後に、ここのとこはベスト7。で、最後に、ワールドシリーズもベスト7でございますのでね。誰が来るか、やっぱりね、ここにね、もう来てほしいんだけど、今日負けちゃったからね。もうヒューストンは大手かけてますよね。2対0。ここはね、中止だったからあれですけど、こちらは明日やりますけど、まあ、1対1、1対1ということで、まあ、楽しみでございます。ナショナルの方はね。ということで、皆さんも楽しみだ。じゃあ、ということで、まあ、もう一回ね、まあ、今日は負けたのこといいとしましてはね、ここを、ねえ、ペリミニアシャンがね、まあ、こう、上でリリーフ登板あり、外野で起用、中堅を守る、50通りをやりたいならやらしてくれる、どんどん、僕いつも思ってるんです。大谷さんはね、リードがちょっと小さいのよ。もうちょっとリードしたらね、
少し大きめしたらもう楽々セーブになると思うね。で、非常に面白いのはね、足から入る人と頭から手から入る人がいるんですよね。手から入る人はね、セーフの可能性大なんで、足から入る人はね、どうなのかな、よっぽど速くないといけないんですけどね。まあ、とにかく好きなようにやってもらうんだけど、50周盗塁あるのかな、本人はやりたいのよ。だからもう三冠は欲しいんだよね、大谷さんには。それからですね、救援登板もあり。だからもうね、最後にね、誰もいなくて、ちょっとね、最後の1イニングだけ投げてくれとか、まあ、抑えというよりも、まあ、クローザーですね。クローザーもやるの。で、外野守るよと。中堅と外野は外、こちらは、センター守るということでございますんでね。まあ、まず WBC ではどうなるのかね。この辺も楽しみだな。どうなんだろうね。まあ、ということでございまして、いつも見ていただきましてありがとうございました。今日はゲームがね、そういう感じでございました。皆さんの意見をお待ちしております。ということで、今日も見ていただきまして感謝でございます。それでは、See you later, alligator! See you later, alligator! それでは皆様、また明日お目にかかります。ありがとうございました。